巣に細胞は CD4T 細胞のアグンであり、抗原タンパク質との接触経歴を持たない T 細胞がインターロイキンマイナス4にあるマイナス13などのサイトカインの刺激を受けることにより巣に細胞への分化が誘導される T 細胞をはじめとした免疫系の細胞はサイトカイン酸性能を有しているが スニ細胞により産生される、イルマイナス4をはじめとしたサイトカインは、特にスニサイトカインと呼ばれ、B 細胞から分化した、形質細胞による、抗体タンパク質産生の更新や下流球の一種で、ある、抗酸球などの細胞を活性化することにより、アレルギー性疾患の気候に関与していることが、知られている。スニサイトカインは、 巣2細胞の他にもナチュラルキラー細胞や抗酸球、マスト細胞などの細胞により産生される。巣2細胞と同様にナイーブティ細胞から分化する巣1細胞は、インターフェロンガンマなどの、いわゆる巣1サイトカインを産生し、巣1細胞と巣2細胞は、互いの機能を抑制し合っている。この平行関係は、巣1、巣2バランスと称され、 このバランスがどちらかに傾くことによりそれぞれに特有の疾患が生じると考えられている。液性免疫系による抗体の酸性機構。スニ細胞から放出されるサイトカインは B 細胞による抗体の酸性を補助している。スニ細胞はサイトカインの放出により液性免疫応答の活性化を行う機能を有する。液性免疫とは 抗体分子が関与した免疫系であるが、抗体タンパク質は活性化した B 細胞により産生されることが知られている。B 細胞表面には B 細胞抗原受容体を発現しており、細胞内に抗原を取り込み分解を行った後に、その断片を MHC クラス2分子を介して細胞表面に提示する。酢に細胞は T 細胞抗原受容体を介して、 B 細胞により提示された抗原断片を認識し、スに細胞表面における CD40 リガンドの発現やサイトカインの放出により B 細胞を刺激し、分化、増殖を促す。スに細胞の放出するサイトカインは、スにサイトカインと総称され、イマイナス4、イルマイナス5、イルマイナス6、イルマイナス10、イルマイナス13、GMCSF などが挙げられる。 特にいるマイナス4による刺激が B 細胞に入ると免疫グロブリンー、e、の酸性が更新する。イゲはマスト細胞や抗炎気球などの細胞表面に結合してヒスタミンの放出の促進などに関与する重要な分子である。また、酢に細胞により酸性されるいるマイナス10や TGFβ は酢チ反応を抑制する働きを持つ。また、すでに述べたように 巣一細胞と巣二細胞は互いに抑制し合って、バランスを保っているが、この平行状態が、巣二細胞側に傾き巣にサイトカインが過剰に、産生されることにより、気管自然則やアトピー性皮膚炎をはじめとした、いわゆる巣二病と呼ばれるアレルギー性疾患に陥る、ことが知られている。T 細胞は、胸腺の増血幹細胞から分化し、 成熟したヘルパーテ T 細胞になるまでに複雑な過程を経る。その過程には T 細胞受容体遺伝子の再編や CD4 をはじめとした補助受容体の発現などの現象が起こる。一時リンパ組織である共戦において産生されたナイーブ T 細胞は末梢のリンパ組織を循環し抗原の侵入に備えている。ナイーブ T 細胞がいるマイナス4の刺激を受けると 転写因子であるスタッド6を介してガタマイナス3の転写活性化が誘導される。ガタマイナス3はナイーブティー細胞においてもある程度の発現が見られ、スに細胞への分化過程で発現がさらに上昇して転写因子として機能するタンパク質である。ガタマイナス3はスにサイトカインの発現を制御しているとともに、 水分化に関与する転写因子であるスタッド4の発言を抑制することも知られている。ありがとうございます。